こんにちは、サラチャンネルのサラです。今日はタイで見つけたお菓子を紹介していくよ。日本で見たことないお菓子がたくさんあったの。いっぱい欲しいのがあったから買いすぎちゃったよ。これはチュッパチャップスの噛んでたらガムになるわとかし、珍しいでしょ。結構美味しくてまとめ買いしちゃったの。チュッパチャップスの甘酸っぱくて美味しいグミ、見た目も可愛いでしょ。ハリボーの日本では見たことないグミ、これはパッケージがいい。戻れるアメちゃん、このエッグチョコすっごく美味しかったよ。これはタイですっごく人気なミルクタブレット、見た目が可愛くてバニラ味ですっごく美味しかったの。お目目ギョロギョロの目玉グミ、キャラメル味で美味しかったよ。音が鳴るから連れて帰ってきちゃった。なかなか可愛い顔してるでしょ。外カリカリ、中プニプニ、雪のような綿菓子だったの。これは見た目で買っちゃった。粉につけて食べるチュッパチャップス、これサラのお気に入りだの。見て、美味しそうでしょ。コーラ味のラムネ、日本のよりが甘くて美味しかったよ。まだまだお菓子紹介するからね。お出かけ用のアメちゃん、甘いソースをかけて食べるアメちゃん、サラこういうのに弱いんだ。つぶつぶのグミ、これは日本でも売ってるけど買っちゃった。パンダちゃんハロー。このライムジュースは甘酸っぱくて美味しいの。ママが大好きみたい。紙レベルに美味しいジュース、オレンジジュースで悩んだらこれ、ココナッツウォーターが好きな人は好きだと思うよ。このアイスクリームは日本のよりかすっごく甘いんだよ。サイアムパラゴンのスーパーの前で見つけたんだ。この自販機ね、ちょっと緊張しちゃった。タイミングよくボタンを押さないと買えないの。これでお菓子の紹介はおしまいです。タイに来る前からどんなお菓子があるのか気になっていたんだけど、思ってた以上にたくさんの種類と見たことのないお菓子がいっぱいあったの。続きはまた次の旅にするね。まったね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。